固めの飛び込んだ草むらは、ヨゴローザの体を包み隠すほどの背丈があった。固めは先に立って、その隙間を巧みにくぐり抜けていった。ヨゴローザとの間隔はほぼ4飛びか5飛びあった。固めの尻尾がヨゴローザのすぐ前で草をなぎ倒すのが見えた。固めはこうした場所を走り慣れているのだろう。ひどく軽やかな走り方だった。それに比べヨゴローザは何度か草で叩かれた。草の葉は鋭い刃物のようにヨゴローザの耳や鼻をかすった。固めは全く振り向かず、方向を変えるとき尻尾を振るだけだった。草むらをくぐり抜け、木立を飛び出すと、目の前に不意に平地が広がった。何者にも遮られない4月の光が、いきなりヨゴローザの上に降りかかってきた。ヨゴローザはその眩しさに思わず目を細めた。平地の三方には山肌が迫り、木が重なり合うようにして上へ上へと続いていた。平地の右手に山頂に向かうらしい山道があった。左手に幅広い石段があった。固めは平地をまっすぐ横切ると、正面に見える古い建物に向かった。それは古い社だった。石の鳥居は黒く変色し、左右に置かれた石の狛犬は耳も鼻も駆け落ちていた。拝殿を仕切る木の柵は腐り、ところどころ折り取られていた。人影はなかった。本殿の左に社務所と板切れを打ち付けた建物があったが、雨戸が降りていた。ヨゴローザは社を見たとき、自分が日本橋の建物についてよく知っていることに気づいた。どこで見たのだろう。ヨゴローザはぼんやりとした風景が自分の中に残っているのを感じた。それは肩を寄せ合うようにして密集している家の姿だった。壁と壁が擦れ合うようにして並んでいる建物。前後左右に全く空き地のない小さな箱のような家。その隙間を走り抜け、屋根から屋根に飛び移る自分がいたように感じた。しかしそれは夢の中の出来事のように確かめようとするとすぐに霞んでしまった。ヨゴローザ、こっちだぞ。固めの声がした。その声が一瞬浮かんだヨゴローザの記憶を跳ね飛ばした。固めは社の壁土と土台の石の隙間に開いた穴の中に潜り込んだ。穴をくぐり抜けると玉砂利を敷いた広い敷地があった。敷地を斜めに横切ると固めは本殿の建物に沿って裏側へ走り込んだ。山の斜面を背にして忘れられたようにひっそりと立っている建物が固めの住まいだった。扉の下の部分が腐り落ちていた。それが通路だった。固めは日の差さない建物の中に入るとゆっくりと腹ばいになった。ヨゴローザ、ここはな、日本橋が宝物殿と呼んでいるところよ。宝物殿というのはな、日本橋が一番大事にしているものをしまっておく倉庫よ。ヨゴローザは固めと離れて入り口の扉を背にして座った。固めの寝そべっている後ろにたくさんの箱が積み上げてあった。ヨゴローザは落ち着かなかった。カビ臭い匂いがした。それにかすかに魚の匂いもした。この匂いは知ってる匂いだぞ。ヨゴローザは鼻をうごめかした。匂いの中には初めて嗅ぐ別の匂いも混じっていた。なんだろう。ヨゴローザは目を細めてみた。あのな、固めが寝そべったまま声をかけた。お前は知らない匂いがよほど気になるらしいな。そいつは野ネズミや山鳩の匂いだ。この辺りじゃな、町の飼い猫のように日本橋の作ってくれる結構な料理を食うわけにはいかないのよ。なんだって自分で手に入れ、自分の口に入れる必要があるんだ。その山鳩だってな、ほんの2、3日前この裏山で木の上まで登りついて手に入れたもんだぞ。こいつは捕まえるのも一苦労だったが、食ってしまうのも大変だった。お前だってそのうちやり方さえ飲み込めばそういう食い物を手に入れられるようになるさ。それよりもお前腹は減っていないか。ヨゴローザは不意に空腹を感じた。そういえば俺はいつ食ったのだろう。固めは箱の陰に前足を伸ばすと平べったい何かを引き寄せた。それを口に近づけると鋭い歯で二つに引き裂いた。スルメだ。魚から命を抜き取るついでに水気も何も抜き取ったものだ。
こうした食い物はな、時々そこの正面の建物の前に日本足が置いておくのよ。こうしたものを置いておくと、そこの建物の中にいる神様ってものがひどく喜ぶんだそうだぜ。神様？そうよ。日本足がいつも恐れている何かだな。片目は引きちぎった半分をヨゴロウザの方に押し合った。そして残りの半分を口に入れると、顔をしかめて噛みしめた。ヨゴロウザは鼻を近づけてみた。いい匂いがした。口の中に椿が広がるのを感じた。ヨゴロウザはすぐに噛みついた。ところで、さっきの話だがな。片目は口の周りを舐めた。お前が今、どんなところにいるかということから話してみようか。ヨゴロウザは口いっぱいにスルメを詰め込んだ。俺がお前と出会ったところ、というよりお前が水草を吐き出していたところだな。あの池はガタロヤドリと呼ばれている。ガタロというのは頭のてっぺんに水皿というものを乗せたカッパという生き物だ。俺はこいつも見たことがないね。いつだったか日本足の子供があそこで溺れたことがある。その時、日本足が集まって話をしていた。ガタロに池の底へ連れ込まれたとな。俺はそのガタロを見ようと思って何日か池に通ったもんだ。しかしついにお目にかからなかったね。日本足の子供の方は次の日水草みたいにぽっかり浮いてきたんだ。日本足というものはどうも目に見えないものを気にするようだな。奴らは日本足で立っているから、俺たちと違って日本分だけ臆病なのかもしれないぜ。スルメは歯の間に挟まって気持ちが悪かった。ヨゴロウザは足の爪でそれを外そうとした。それから今俺とお前のいるこの建物は白ひげ様と呼ばれているんだ。この白ひげ様もさっきのガタロヤドリも実は七つか松かの丘と呼ばれる小さい山の中にあるんだ。見ろよヨゴロウザ。ヨゴロウザは舌の先でやっと歯に挟まったものを取り外した。片目は腹ばいの姿勢のまま自分の背中を高く盛り上げた。俺の体を一つの丘だと思ってみろ。つまり七つか松かの丘だ。すると白ひげ様はこの辺り、ガタロヤドリはこの辺になるんだ。片目は首を回すと顎を乗せていた左前足の付け根の辺りを鼻の先でつついた。つまりお前がぼんやり眺めていた池も俺の住んでいる場所も丘の下の方にあるということだな。ヨゴロウザは口の中のものを息を詰まらせながら飲み込んだ。片目は体をひねると今度は顎の先で自分の背中をこすった。ここが頂上だ。吊るし松という一本松が立っている。ここまで登ると日本足の住んでいる大きな町が一目で見えるんだ。しかしそいつはいつかお前がその目で見ればいいだろう。それよりもこの丘の猫たちのことだ。それに針金や垂れ耳や牙のことだ。片目は首を戻した。前足の上に顎を乗せて考え込むように毛をこすった。この丘にはな、俺と同じように自分の縄張りを持っている猫が随分といるんだ。黒ひげ様を住処にしている黒ひげ、こいつはいつも肩を怒らして歩いている。ヨゴロウザは片目の言う猫を思い浮かびようとした。吊るし松を縄張りにしているお年だね。キザな野郎だ。片目は顔をしかめた。ヨゴロウザは自分の知っている猫の姿を何とか思い出そうとした。しかし目の前にいる片目の姿以外何も浮かんでこなかった。片目は続けた。吊るし松の向こうに音引き宿りという池がある。そのあたりにいる歌い猫や年寄り猫の占い。ヨゴロウザは片目の言う猫たちの姿を思い浮かべることを諦めた。赤ひげ堂に住んでいる大泥棒、こいつは尻尾のちぎれた嫌なやつだ。それに崩れ猫や人の縄張りを平気で荒らす渡り物の猫たち、つまりこの丘にはいろいろな猫が天然バラバラに暮らしているということだ。例えば大ぐらいという猫がいる。こいつは取引屋と呼ばれている。実に汚え猫だ。片目が舌打ちをした。ヨゴロウザは汚え猫と聞いたとき片目を見てしまった。慌てて目をそらしたが片目に見られてしまった。片目は不思議そうに右目を細めた。しかしすぐに大ぐらいに話を戻した。俺はさっき針金や垂れ耳や牙という名前を挙げただろう。その針金も垂れ耳も実はこの丘の隣の隣、
赤ゲラフセゴというところに住んでいる野良犬のボスなんだ。またキバというのはこの丘のすぐ隣、二つ八伏せに住んでいる野ネズミのボスなのよ。わかるかよ、ゴローザ。ボスってのはたくさんの子分を引き連れた親分ということだぜ。犬と聞いたとき、ヨゴローザの中に浮かんできたのは、どこかでいつか見た尻尾を巻いた子犬の姿だった。どこでだったろう。キャンキャン泣きわめいていたぞ。顔も形もはっきりしない。とにかく尻尾を尻の間に挟んで、吠えながら後ろへ後ろへ下がっていった。どこだったろう。ヨゴローザは目を閉じた。頭の中を子犬が走り回った。気がつくと片目がじっと見ていた。今度は心配そうな顔つきだった。おい、ヨゴローザ、疲れたのなら昼寝にしてもいいんだぜ。ヨゴローザは首を振った。いや、俺は話を聞くよ、片目、続けてくれ。本当に大丈夫なのか？今俺はお前の寝言を聞いたような気がするんだがな。俺は目をつぶってあんたの話をよく聞こうとしてただけだ。もし気に触ったのなら目を開いているよ。片目は疑わしそうにヨゴローザを見た。しかしそれ以上ヨゴローザのことには触れなかった。いいか、キバのことは今言った通りだ。そこで大ぐらいに話を戻すとこういうことだ。キバのこと？それは聞かなかったぞ。ヨゴローザは聞いたようなふりをしてうなずいた。片目はチラリチラリとヨゴローザに目を走らせながら話を続けた。ここにホイホイという猫がいたことがある。そうだ。名前の通り調子のいい猫だった。こいつがある日、二つ八伏せまで野ネズミを捕まえに行ったんだな。それを知っていたのは、大ぐらいと黒ひげだけだと言われている。本当はこの三匹で野ネズミ狩りをするつもりだったという。ところがその日の朝、黒ひげは足の裏に太いトゲを刺してしまったのだ。ホイホイは仕方なく大ぐらいを待った。しかし大ぐらいは現れなかった。オンビキアドリの池のそばで一人でホイホイが座り込んでいたのを占いのじいさんが見ているのだ。占いのじいさんというのはわかるな。年寄り猫のことだ。やがてホイホイは自分一人で坂道を下っていった。この後ろ姿を謎かけ猫が見ているのよ。謎かけ猫？さっき言わなかったかい？そうだな。あんたは言ったような気もするし、言ってないような気もするな。まあどっちだっていいんだ。謎かけ猫のことは。ホイホイのことだ。そのホイホイだが、それっきりこの丘に帰ってこなかったんだ。そのすぐ後、学者猫だったか別の猫だったかが野ネズミを捕まえているんだ。その野ネズミが、逃がしてくれるならとっときの話を教えると言い出したんだ。野ネズミは、ホイホイのことを知っていたんだな。見ていたと言うんだ。どういうことなんだい、その見ていたというのは。それよ。ホイホイが二つ八伏せに現れるなり、どこに隠れていたのか、垂れ耳の仲間が襲いかかったって言うんだな。垂れ耳ってあんたが話した野良犬のボスだな。そうだ。いつも五六匹の手下を引き連れて赤ゲラ伏せ子をうろつき回っている。多い時には15、16匹ということもある。針金と並ぶ恐ろしい相手だ。奴らは俺たち猫が一匹残らずこの辺りからいなくなればいいと思っている。それがどうしてホイホイという猫を待ち伏せしていたのだ。そこだよ、ゴロザ。そこに大ぐらいが姿を見せることになる。野ネズミの話に戻すと、ホイホイが垂れ耳たちに殺された後、大ぐらいが赤ゲラフセゴの方から口をもぐもぐしながら姿を現したと言うんだ。よくわからないな。赤ゲラフセゴというのは犬の縄張りなんだろ。どうして猫が入り込めるんだい。取引だよ。それが大ぐらいのやったことなんだぜ。片目は勢い込んで話した。それによると、大ぐらいはホイホイを犬の垂れ耳に売ったということになるのだ。そのお返しとして、犬たちは猫の大ぐらいに一度だけ自分たちの縄張りに入ることを許した。つまり、赤ゲラフセゴというところは、日本足の墓地があるのよ。墓地ってのはそら、死んだ日本足を埋めるところだ。日本足は俺たちと違って実に無駄なことをするんだな。俺たちなら仲間が死んだ時どうする？みんな死んだところにそっとしておくんだぜ。死ぬってことは命が抜けるということよ。そら、見たことがないがね。日本足の使う大きいボールを、いや、それがダメなら風船はどうだ。ヨゴローザは丸いふわふわしたものを思い浮かべた。固め、俺はそれ覚えているよ。どこで見たんだろう。どこで見ようとそんなことはいいんだ。俺の言ってるのは命よ。
でも固め、あんたは今大ぐらいの話をしてるんじゃないのかい？分かってるよ、ゴローズ。話にはな、話の順序というものがあるのよ。ぐるぐる回っていてもおしまいには肝心のとこへ行き着くものよ。それよりヨゴローザ、少し口を閉じていろよ。いいか、風船だ。命じゃなかったのかい？片目は低い声でうめいた。イライラとひげをしごくとヨゴローザを怖い目で睨んだ。風船だ。わかった、風船だ。その風船にはつまり空気ってものが詰まっているんだ。ところがそいつが何かの弾みでシュッと抜けるとしろ。いや、お前は繰り返さなくてもいいんだ。そうだ、空気が抜けると風船はしぼんでしまう。わかるな。丸いふわふわしたものがぺしゃんこのゴムになる。命というのはその空気みたいなものよ。俺たちが死ぬとシューッと抜けてしまうんだ。そしてな、残っているのはしぼんだゴムの塊と同じだ。それが死体というもんよ。つまりだ、片目、あんたは大切なのは空気の方だと言いたいんだろ。いや、命だったかな。片目はもう一度ヨゴローザを睨み上げた。しかし黙れとは言わなかった。そこで二本足のことに戻るんだが、奴らはその空気の抜けた残り物の方を土にうずめる。そして木や石に変な名前を書いてその上に立てておく。それが墓なんだな。そうした墓を集めたところが墓地なんだ。どうも二本足は空気の抜けたものを命だと思い込んでいるらしいな。奴らはその墓の前に思い出したように食い物を置いとくんだ。赤ゲラ伏せ子の犬たちはそれをいただいては口の周りを舐めている。さあ、やっと肝心のところへ来たぞ。さっき言った大ぐらいはな、その食い物を一度だけ食わしてもらったということよ。それも仲間のホイホイを売ってな。どうだよ、ゴローザ。よくわかったかい？ヨゴローザはちょっと考えた。足の裏を舐めながら自分の考えをまとめた。片目、二つわからないことがある。片目は初めて驚いた顔をした。なんだい、その二つというのは。一つ、大ぐらいがホイホイを犬に言ったというのはそれ、野ネズミの言葉だろ。あんたも他の猫も見ていないことじゃないのかい？片目は今度はムッとした顔をした。二つ目、その野ネズミはどうなったんだ？おい、ヨゴローザ、お前ってそんなへそ曲がりだったのか？俺たちみんながそう信じたんだぞ。それをどうしてお前が疑ってかかるのだ。野ネズミだって命が惜しいから本当のこと言ったに決まっている。それじゃあ野ネズミは逃がしてやったんだね。バカだな、お前は。誰が野ネズミとの約束なんか守るものか。当然誰かが食っちまったんだ。ということは嘘をついたということだろ。あのな、ヨゴローザ、この丘の猫は野ネズミなしには生きていけないんだぜ。嘘も本当もないんだ。しかしね、あんたたちが野ネズミに嘘をついたことは間違いない話だろ。そうだとすると野ネズミだって嘘をついていたのかもしれないじゃないか。片目は体を起こすと座り直した。鼻の先をせわしなくうごめかした。なるほど、お前の言う通りだ。しばらくして片目は低い声で言った。それからぐるぐると喉を鳴らし始めた。ヨゴローザ、俺はお前を相棒に選んで本当に良かったと思うぜ。今のお前の考え方だが、これはせっかちな俺にはできないことだ。お前のようにじっくり考える猫こそ俺の考えている仕事にうってつけだ。俺はお前にお前のような猫を待っていたと言っただろう。そうなんだ、やっぱりお前のような猫と出会うのを待っていたんだ。どういうことなんだ、片目。俺にはさっぱりわからないよ。片目は目を細めると嬉しそうにヨゴローザを見た。こういうことだよ、ヨゴローザ。今説明するぜ。片目は犬と猫の違いから話し始めた。それによると、犬は猫よりもまとまって動くということだった。片目は集団行動という言葉を使った。もちろん猫も別の猫と鼻を突き合わす場合がある。しかしそれは何かをお互い同士でやるためではない。世間話、自慢話、愚痴や泣き言、とにかくくだらないことを話すためである。時には、この丘の猫はこれでいいのかとか、針金や垂れ耳からどうして猫を守るかといった考えを話し合うこともある。しかし、いざみんなでそういう問題をどうするかというところまで来ると、ほとんどの猫が自分の縄張りに戻ってしまう。縄張りに突っ込まないとしても自分の縄張りを中心にした話にすり替えてしまう。このままではやがて七つか松かの猫は犬たちに追い払われるだろう。追い払われないまでも、隣の二つ八伏せに野ネズミ狩りにも行けなくなるだろう。そういうのである。そりゃね、俺たち猫は犬とそっくり同じようにはなれないわ。それは俺にだって分かっているのよ。猫には縄張り、
これが第一だ。しかしな、それだけじゃ今にこの丘の猫はみんなダメになっちまうんだな。針金や垂れ耳が群れを作って動き回るなら、俺たちだって多少は今までの生き方を変える必要があるのよ。いいかいゴローザ。野ネズミたちだって牙を中心に動いているんだ。俺たち猫だって少しはお互い手を貸し合うってことがあってもいいんじゃないかな。片目、あんたは俺を相棒にすると言ったが、そのこととあんたの今話したこととは関係があるのだろ。片目はうなずいた。お前、猫は背中と尻尾の先を同時に舐められないという言葉のあるのを知っているか。やらなければならないことが二つ以上ある場合、一人でそれをするのは無理だということだ。今度はヨゴローザがうなずいた。あんたのその二つ以上ある仕事というのは何だい？あんたが今言ったようにこの丘の猫を一つにまとめるということかい？そのためにはヨゴローザ、この丘の猫たち一匹一匹に話をつけて回らなければならんということだ。なるほど。そこで俺にその仕事を手伝えということだな。片目が右目をしばたいた。そうだ。そういう仕事にはな、お前のようにここの丘のことを何も知らない猫が一番向いているということだ。わかるだろ。俺のようにこの丘で長く暮らしている者には色々と事情があって公平な気持ちにはなれないわけなんだな。相手によっちゃ話をする前に歯を剥き出してしまう。たとえ、閣下来なくても、声をかける前からうんざりしてしまう。それにだ。大ぐらいのことがいい例だ。俺はこうだと思い込んだらそれ以外のことは考えられないんだな。そこへ行くとヨゴローザだ。お前はどの猫に対しても先入観というものがない。先入観ってのはな、初めから相手をこんな猫だと決めつけることだ。つまり、お前はどの猫に向かっても公平に鼻を突き合わすことができるってことだ。どうだ？この丘の猫を一つにまとめるのは、お前にうってつけの仕事だろ？ヨゴローザは体をひねって背中をかいた。しかし片目、ヨゴローザは自分が片目ほど針金や垂れ耳の恐ろしさを知っていないことを考えた。俺はね、あんたの言う針金や垂れ耳のことがよくわからない。それなのにあんたの言う猫たちに犬の恐ろしさを話して回れると思うかい？片目は自分の足を舐めるとそれで顔をこすり上げた。もしお前が針金や垂れ耳に出くわさずに過ごせると思ったらそれは大間違いだぜ。お前は俺の相棒としてこの丘に住むことになった。ということは、遅かれ早かれ奴らに出会うということよ。いや、おなしに奴らのことを知ってしまうことになるのよ。だからな、ヨゴローザ。そのことは今考える必要はないんだ。お前はとにかく、この丘の猫たちのところを回ることから始めればいいのよ。ヨゴローザはうなずけなかった。自分がどこから来たのか、それをまず知りたいと思った。しかしヨゴローザがそのことを言い出そうとする前に、片目は大きい伸びをした。ヨゴローザ、仕事の話はここまでにしようぜ。俺たちは少し話しすぎたようだ。ここらでひとまず昼寝をする必要がある。この建物の裏には日のよく当たるこんもりした草むらがあるのよ。そこで一つうたた寝ていこうや。よく眠る猫のひげはよく育つとも言うからな。片目は喉の奥まで見えるようなあくびを繰り返した。ヨゴローザは仕方なく片目の後について立ち上がった。宝物殿の裏手は急な崖になっていた。池の周り以上に深い木立だった。枝葉の伸び具合でそうなるのだろう。山の中ほどに丸い日だまりができていた。日だまりの草は光をまともに浴びて濃い緑色に輝き、花の奥をくすぐるような強い香りに満ちていた。そこに寝そべると宝物殿の屋根越しに赤土の広場が見えた。その向こうにガタロヤドリの池を取り巻く木立が見えた。池は全く見えなかった。左手遥かに木立の中に消える坂道が白く光っていた。右手は白ひげ様の大きい屋根に遮られて青い空しか見えなかった。山鳩の鳴き声がした。それは山の遥か上の深い林の中からしているようだった。片目は体を丸く縮めるとすぐに右目をつぶった。そしてほんのわずかのうちに規則正しい寝息を吐き始めた。片目のひげがそれに合わせてゆっくりと揺れた。片目の体全体が大きく小さく波打ち始めた。ヨゴローザも目をつぶったがなかなか眠り込めなかった。うっすらまぶたを開くとすぐ向こうの片目の寝顔を見た。黒い傷跡の走る目がそこにあった。まぶたの上を走るその一本の線は生き物のように時々ピクリと震えた。ヨゴローザはそれがどうしてできたものか考えてみた。
猫の爪痕にしては幅広くまた長すぎた。鋭い何かこう刃物のようなものがそこを走ったのかもしれないな。ヨゴローザはそう考えながら、自分が二本足の使う刃物のことを知っているなと感じた。記憶喪失というけれど、俺はいろいろ覚えているぞ。二本足のこともそうなら、鋭いナイフもそうだ。俺の忘れてしまったのはここへ来るまでのこと、いや、ここへ来るまでどこにいたかということだけだ。それにしても固めのあの傷は、確かに鋭い刃物の跡だ。ヨゴローザは鋭い刃物が自分の上に振り下ろされるところを想像した。すると想像しただけで、激しい痛みが目のあたりを走り抜けるのを感じた。どれほど眠っただろう。ヨゴローザはふと誰かに見つめられているような気がした。鼻がかすかな匂いを捉えた。ヒゲの先が鼻のうごめきにつれてピクピク動いた。耳がそれを捉えようと一人でに突っ立った。誰かいるな。ヨゴローザは自分を押さえつけ包み込んでいる眠気の中から自分の体を引き出そうとした。片目の姿はなかった。日の光は先ほどと同じく周りの草むらに降り注いでいた。ヨゴローザは薄目を開けると眠ったふりをして辺りの様子を伺った。テントウムシが一匹鼻先をかすめて舞い上がった。そいつはヨゴローザのすぐ目の前を旋回すると右手の林の方に飛び去ろうとした。ヨゴローザは目でそれを追った。一人でに尻が震えた。しかし飛び出そうとする前にヨゴローザは自分の体をこわばらせていた。日だまりの端のテントウムシが消えようとした一本の木のそばに、片目ではない別の猫が一匹じっとヨゴローザの方を見ていたからだ。それは鼻の頭の灰色を残して全身真っ黒なメス猫だった。その猫の立っているあたりからヨゴローザの初めて嗅ぐような不思議な匂いが漂ってきた。ヨゴローザは日の光を背にしているのになぜか眩しくて目をしばたいた。変に息苦しい気持ちになった。あんたは誰だ。ヨゴローザは目で問いかけた。黒猫はそれを跳ね返すように冷たい目を光らせた。黙っていることに我慢ができなくなってヨゴローザはもう一度それを繰り返そうとした。それは言葉にならなかった。その前に黒猫の方が口を開いた。あんたが片目の新しい子分かしら。片目も鈍感な猫を引っ張り込んだものね。でもあんたのように鈍感な猫だから片目も安心して子分にしたのね。親切で言うんじゃないけど、あんた片目には気をつけよ。あいつはね、夢みたいなことを言っていつも若い猫を騙すんだから。例えばヨロヨロだけどね、片目はね。ヨゴローザは黒猫の様子が変わったことに気がついた。黒猫は不意に言葉を打ち切ると鋭く耳を立てた。ヒゲを左右にピンと伸ばし、慌てたように後ろを振り向いた。次の瞬間、音もなく木の陰に滑り込んでいた。入れ替わるようにさっきのテントウムシが舞い上がった。ヨゴローザは夢を打ち切られたようにポカンとした。さっぱりわけがわからなかった。黒猫のいたあたりにさっきの匂いがかすかに残っていた。しかし木のそばに行ってみても黒猫の姿はどこにもなかった。ヨゴローザ、いつの間に戻ってきたのか、すぐ後ろに片目が立っていた。片目はヨゴローザの顔を苦々しい目つきで見た。今お前はメス猫と喋っていたろ。いや何も言うな。言わなくても俺にはわかっている。いいかヨゴローザ、あいつには近づくな。あの猫はな、お前のような若い新入りの猫を見ると、新入りの猫を見るといつも気を引くようなことを言うんだ。しかし言うだけで気持ちは全く反対なんだ。あいつは自分のこと以外考えたことのない悪い猫なんだ。あいつのおかげでこの丘の猫はいつも引っかき回されるんだ。悪いことは言わない。あいつにだけは近づくんじゃないぜ。でも名前ぐらい教えてくれてもいいだろ。片目はそれに答えなかった。ヨゴローザはもう一度同じ質問をした。それに対して片目はこう言っただけだった。ヨゴローザ、お前明日はまずお年種に会ってみろよ。この猫は実に手を焼く猫だぜ。どうだ、そうと決めたらこれから晩の食い物を探しに行こうや。それともお前まだ寝足りないかね。片目、ごまかさずに俺の尋ねていることに答えてくれないか。俺はあの猫の名前を知りたいと言ってるんだぜ。ヨゴローザ、お前は俺の相棒だ。反対に言えばお前の相棒が俺だ。相棒というものはお互いに信じ合わなくっちゃいけねえ。わかるだろ、
俺がそんなつまらないことに鼻を突っ込むなと言ったら、それを信じてくれなくっちゃいけないぜ。あの猫はくだらない猫だ。だからもうその話はやめろ。しかし片目、俺はあんたの相棒だとしてもあんたの子分じゃないだろ。だとしたらあんたに命令されることはないと思うんだ。あんたはくだらないという、それは自由だ。しかし俺がくだらないと思うかどうか、それはわからないじゃないか。それを決めるのは俺だぜ。よごろうぜ。片目はイライラしたように尻尾を振った。俺は言ったろ、あの猫はこの丘の猫をいつも引っかき回すやつだと。見ろよ、あいつのおかげでもう俺とお前はこんなに揉めているじゃないか。この丘にはあいつよりもっとマシなメス猫だってたくさんいるんだ。だからあいつのことだけは忘れた方がいい。それによ、お前はあの猫と付き合うためにこの俺の相棒になったんじゃないだろう。あの猫のことを考えるくらいなら、お前にはもっと他に考えることがあるはずだ。例えばお前の失った記憶とか。片目、あんたは何と言った？失った記憶なんか大したものじゃないと言ったはずだぜ。それは今になってどうして持ち出すんだ。今のあんた少しおかしいよ。ヨゴローザは片目を睨んだ。片目が腹を立てるかなと思った。しかし片目は腹を立てなかった。おかしいかね、俺は。そうかもしれないな。つぶやくように言っただけだった。ヨゴローザは急に素直になった片目を見て、なんだか悪いことを言ったような気がした。あの黒猫のことだってどうしても名前が知りたいというのではない。不意に現れて不意に姿を消した。だからどんな猫だろうと思っただけだ。片目に名前を聞こうとした。片目がそれを一方的に跳ねつけた。そこでつい突っかかるようになっただけだ。ヨゴローザは強く言えば片目が怒るだろうと思った。しかし片目は怒らなかった。反対に元気をなくした猫のようにそっぽを向いて考え込んでいる。片目は昔のことを言うと嫌な気になると言った。あの黒猫のことで片目には嫌なことがあるのかもしれない。片目は考え込むようにして自分の毛繕いを始めた。ヨゴローザは片目に近づくと、黙って鼻の先で片目の肩をこすり上げた。片目は驚いたように振り向いた。片目、晩の食い物を探しに行くんだろ。ヨゴローザは片目に自分の片目をつぶってみせた。先ほどのテントウムシが舞い戻ってくると、もう一度ヨゴローザの鼻先をかすめた。